まだね、どこに行くかはっきりは決まっておりません。多分、いろいろね、南に行く、予約をしたけど、全部キャンセルして。残念。やっぱり行き当たりばったりの旅の方が好きなんでね、適当にね、九州の方に行ってみようと思っております。それでは行ってきまーす。行きまーす。九州にね、やっと当たりまーす。で、はい、関門海峡通ります。関門橋通過中でーす。やっと九州に来たね。スピードがまだ出てない。やばい。ちょっと加速します。なんか看板が派手やね、ここら辺。なんかね、出てきたよ。いろいろ。もう行くとこまで行こう。うん、もう九州を南下しております。そうそう、熊本方面かな。熊本方面まっすぐ下まで、そうや、ね、ずっと行ったら鹿児島ないよ ね、うん、長崎とか大分とかもう、これすごいよね、この道路ね、行けるとこまで通して、うん、じゃあ引き続き走行します。頑張ってね、お願いします。ああ、鹿児島、宮崎まで来た。九州道です。ついにこんなところまで。あとね、3時間でね、うん、3時間で鹿児島の端っこの山間に、道の駅まで作って出たら、ああ、もう行くよ、鹿児島まで。今日中に着くかね。着きそうやね、なんか。もう23時ね、53分に着くって書いてある。あ、でも途中ご飯食べたりした。そうそう。無理だ。明日になるわ。なるね。宮原サービスエリアに着きました。うんね。まあ、なんか、昼はこう、屋台みたいなのいっぱいあるんだよね、うん、そう。食べるとこ、いきなりステーキとか、いろいろ、フードコートたくさんで。だからね、ここで、ここだけ買える。熊本新菜館ができたばっかりだった。あ、本当。なんかバンクーヘン好きやけど、買いたい。これ富士山って書いてあるけど。リニューアルしたんじゃん。阿蘇山かと思ってしまう。そうですね。やばい。これ食べたい。やばい。美味しそう。そうそう、あ、私やっぱちゃんぽんかな。やばいね。もつちゃんぽんってある。うわ。来ました。卵崩れてますけど。本当じゃ。ローストビーフ丼です。それとちゃんぽん。ちゃんぽんです。ちゃんぽんすごい美味しそう。美味しそう。じゃあいただきます。いただきます。うん、これさ、なんか赤いのが怖いからこれ全部かけます。本当にこれかけていいんかね。多分かけているもん、それにかけるしかないよね。だってご飯に何もかかってないみたいな。うん、あの赤いからさ、見た目が怖いや、うん。うわ、赤い。ちょっと苦手。苦手だ。赤い。ご飯が赤い。苦手だ。よし。こんだけ混ぜたらいいかな。うん。これも入れた方がいいかな。魚。ああ、魚ね、どうやろう。うん。うん。魚が美味しい。うん。ね、魚が。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これ器がさ、すっごい深いよ。ほんとね、ここになってる。めっちゃご飯がいっぱいあって、腹いっぱいになった。ちょっとあの、僕あの、この赤い血が苦手なんで、ちょっときつかった。ダメ。もうちょっと焼いた方がいい。うん、ローストビーフやけ、しょうがない。どうしようかな、全部入れてくる。さすが熊本。あ、はい。もうスイカが売ってるわ。7個で、まあ、でもいい値段やな。でも美味しいやろうな。わっ、こっち、何これ、白いイチゴ。あ、あ、
あ、これもでもさ、焼いて食べれるね。本当じゃ、鶏か。この間鶏焼いて美味しかったもんね。くるくる串って。あ、どうしよう。博多のってあれ。あ、こっちさ、あれあるよ。あ、名物だらけや。これ馬刺し、馬刺し。馬刺しだ。馬刺し食ってさ、馬刺し。うん。食べたいよね。熊本じゃないと。川にあるね。うん。買って。それとさ、うん。うん、あ、明太子。あ、明太子。明太子さ、うん。この一番安いやつ買ってさ、うん、車に置いとったら、うん、ご飯さえ炊けばなんとかなる。そうなんとかなるね。うん、食いっぱぐれはない、ね。じゃあこれ買おうや。うん。これ、じゃこれと、あれ、馬刺しと。うん。